ディーダーメークは聞いたです。今日の東京都山崎県はまあ残念としか言えない状況が続いてますが、徐々に減ってきております。はい。まあ緊急事態宣言、今出すべきだとは思いますがね、はい。何度も緊急事態宣言でか言ってますよ。今まさにオーバーシュートの局面を大幅に超え、クラスターどころか感染経路不明者が多すぎる。医療は正解無状態。沖縄県はもうすでに 100% 超えており、緊急事態宣言なぜ出さないんですか？おかしすぎると思います。ふざけてるのも大概にしてもらいたい。はい。今日はモノマネを披露します。もしも、フジロックフェスに郷田武史リサイタルがあったら。遅いな。おい、のび太！どこ行った？あ、静香ちゃん。の、たけしさん。のび太見なかったか。いいや、見てない。そうか。じゃあ、たけしちゃんのエッチ。次じゃあ。おう。待てー、ルパン。そこの少年、ルパン見なかったか。見てないよ。それよりのび太見なかったか。のび太か。ほら、少年で黄色い服着た少年、メガネかけてる少年。いやー、見覚えないね。待てー、ルパン、次。シンジー。エヴァンゲリオンのあの、綾波で。シンジ見なかったか。いや、それよりのび太見なかったか。はぁ、あんたバカ、何言ってんのよ。次。チーズ見なかったか。ジャムおじさん今の、はい。チーズ見なかったか。いや見てない。伸びた見なかったか。あーやって見なかった。あーチーズ。いやーよかった。次じゃあ。カツオ見なかった。次。サザエさんの今。カツオ見なかったか。いえ見てない。伸びた見なかったか。はてわからねえな。磯野くん見なかったか。ああ、いいよ、さっき。あら、ね、お姉さん、うん、磯野くんのお姉さん。あら、花沢さん。ほら、偶然ですね。フジロックフェスあるとはね。まあ、磯野くん抜きで見に行くわ。活動抜きでいいですね。おお、ありがとう。心の友よ。伸びたしなかったかな、はい。おー、ねずこ、のび太見なかったか。はぁ、炭治郎見なかったかって見てない。それじゃあ、リサイ、のび太来ないので、リサイタル始めましょう。たけし、たけし、店番サボって、フジロックフェスやってるとはいい度胸してんな。か、母ちゃん、勘弁。何度も言います。外出しないでください。県をまたぐに思いなさい。街頭インタビューもやりなさい。SJ 海外もう嫌と来ないでください。Stay home! バイバイ!